はい、こんにちは。いやー、今日はね、いつもはレモン。いつもはね、レモン栽培なんですけども、今日は、ドライガーデン。今ね、ドライガーデンがすごく流行ってるじゃないですか。それでね、うちの方でもね、ちょっとアガベを何鉢かね、ちょっと育て始めたので、その辺ね、ちょっと植え替えで、買ってそのままなんで、ちょっとね、土だけ入れ替えて、ちょっと根の様子を見とこうかなと思いまして、とりあえず、よろしかったらご覧ください。どうぞ。アガベですよね、アガベ。アガベってもね、レモンに関しては詳しいんですけどね、アガベに関してはそんな詳しくない。ね、そんなんで。アガベとか、多肉なんかすごい品種が多いじゃないですか。だからこれは何ってね、結構流通してるものも、違うんじゃないのっていうようなやつもね、多いらしいんですよね。で、その辺でね、ちょっとわからないものもあるんですけども、とりあえずうちの方で4鉢今あるんですね。で、そちらの方のね、土の状態全然見てないんですよ。それを、ちょっと一回入れ替えておいて、それで秋から冬を越していこうかなと思って、ちょっと今用意してます。で、とりあえず今分かるだけでも、これがアガベのね、アメリカーナってやつですね。アメリカーナね、こうマシュマロクリームみたいな色してるんですけどね、アメリカーナ。これが、1本と、その他にね、こちら、ちょっとね、これ全部ね、お安いお勤め品ばっかり買っちゃったんです。これお勤め品ばっかり買っちゃったってもね、あれなんですけどね、こちらが、アガベの、ポタトルムってやつですね。で、これ結構お勤め品だったんですよ。なんでかちょっとね、この下葉がね、傷んじゃってるんですね。下葉が1枚2枚3枚ほどね、傷んじゃってるので、これね、下葉をちょっと処理して、で植え替えようかなと思ってます。それと、ちょっとね、これはよく皆さん聞くでしょうけれども、こちらがチタノタブルーですね。これ結構聞きますよね。でね、こう実際、まあ今までね、こうたくさんね、こう栽培したことっていうのがないんですよ。ですから、ちょっとどんなものかなと思ってね、ちょっと栽培始めてみました。で、レモンに関してはね、たくさんあるんですね。レモンに関してはたくさんあるんですけどもね、アガベっていうのはね、まだちょっと、未知の世界なんでね。でね、ドライガーデンふと思ったんですよ。ドライガーデンにもレモンの木が合うんじゃないのかなと思うんですよね。結構こう暖かい動きがいいですし、レモンってこう最終的に冬場黄色い実をつけるんですよね。だいたい5月6月ぐらいから実がつき始めてね。で、アガベをね、専門でやってる方たちっていうのは、ちょっとレモンのね、栽培に関しては分からないでしょうけども、非常にこうレモンもね、徐々に大きくなってきて、だいたい10月ぐらい、緑の、レモンのうちからグリーンレモンとして食べられるんですね。それがだんだんこう年を越して、1月2月ぐらいになると本当に美味しいレモンなんですけども、皆さんね、レモンイコール夏の、ものだと勘違いしてる方たちたくさんいると思うんですけども、レモンの収穫って冬なんですね。冬が大体収穫の時期、秋から冬にかけてですね、そんな形で、今日はね、レモンと違ってアガベこちらの方をね、挑戦しようと思ってます。で、こちらにあるやつね、ちょっと痛いね、これ。ね。こちらにあるやつが、よいしょ。こちらにあるやつね。こちらにあるやつが、これ先日、レモンの旅で、群馬の方行った時に、これが池田グリーンセンターさんにあったんですけどね、これお勤め品で売ってたんですね。お勤め品で、こう、やはりね、この下葉がね、くるんと丸まっちゃってるんですよ。でこの辺ね、本当は、これもね、ちょっと処理してあげたいんですけど、こう水をね、あげないようにしておけば、こう、
葉がねグッと上がってくるのでこうつっておいてもいいかなと思ったんですけど、まあいずれにしてもね、下葉を、処理していった方が早いかなと、そんな形で、ちょっと今日は植え替えの方をやってちゃおうかな。で植え替えに関してね、植え替えに関してね、先日ね血管中性さんね出してたんで、おおこういう風にやるんだなと思ってね、こういう風にやるんだなって、なんだよって YouTube でやるんだったらねちゃんとやっとけよって話ですけどね。いや初挑戦です、初挑戦なのでね、レモンに関してはどんどんやってますけどもね、アガメに関しては今回ね初挑戦なのでね、いかなるものかって感じですけどもね、とりあえず、やってってみましょう。まずあれですね、土をね作んなきゃダメなんですよ。土を作るのに、でレモンの土の作り方とね似てる部分もあるんですけども、ちょっと分かりやすくしましょうか。アガベ自体はね非常にこう水やりがこう少なくて済みますよね。少なくて済むので、水をあげすぎないように、水をあげすぎてしまうとね、まあ、他の植物もそうなんですけども、大概枯らす原因っていうのは水のあげすぎで枯らす場合が多いんで、その辺十分注意してもらってってことですよね。でとりあえず、この中に、土を作っていこうと思うんですけども、ちょっと今ね、順番に作ってみましょうか。まずこちら硬質タイプ、先日買ってきたんですけどね、硬質タイプの、赤玉ですね。硬質タイプの赤玉の小粒ですね。これを、こちらの方へ、硬質タイプの赤玉の小粒、結構使いますよね、きっとね、使うと思うのですけれども、ちょっとここで入れてしまってですね、でその次にやはりね硬質タイプのね、鹿沼土、これもね、小粒ですね。硬質タイプの鹿沼土の小粒、の小粒を入れて、そしてさらにですね、さらに、ヒューガ土、軽石ですね、軽石、ヒューガ土を入れます、ね、やっぱりね、アガベ通水性が良くないとダメなので、ヒューガ土、軽石の方を入れてですね、それとさらにゼオライトね、ゼオライトの方、要は根腐れ防止剤ですよね、根腐れ防止剤、こちらの方を入れます。根腐れ防止剤、その他ね、今ねこれで一通り入れたんですけども、ここに、さらにですね、こちら少しですけどね、オルトラン DX、 オルトランを少し入れて、害虫なんかね、ならないように、害虫なんかねちょっと防止するように、それとこれマグアンプの中粒ですね、マグアンプの中粒、元肥として入れておきます。こんな形で、入れて、でこれよく攪拌していただいてですね、よく混ぜていただいて、ね、これ元肥とオルトラも入ってますからね、十分攪拌してもらってですね、これがベースの土になっています。それとね、新しい鉢用意したんですけどもね、メッシュ、これいりますから、メッシュちょっと最初に、4つ用意しておきますか。
メッシュを4つ用意しておきましょう。31ですね。はい、メッシュを4つ用意しておいて、ちょっとこれ幅が大きいかもしれないな。でとりあえずまずこれですね。これアガベのチタヌタブルー、これチタヌタブルーの先に根を外して、根っていうか鉢を外してね、鉢を外して作っていこうと思いますけれども、ね、こちらの中で鉢を一回外しちゃいますか。根がどういう状態になっているかちょっとわからないんですけど、ね、うわ結構パキパキになってますね。はい、でね、下葉がやっぱりダメなのありますね。下葉がダメなところがあるんで、ちょっとまずここでほどいて、本当は白い根はね、健全な根なんですけど、こう茶色くなったり黒ずんだ根っていうのはこれね、取り払ってしまっていいということなので、この辺ちょっと取り払ってみましょう。かなりこうな、ぐる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 中で巻いちゃってますよね。ほぐして、うわすごいですね、これ中で巻いてしまっていて、これね、太くね、やはりこれダメになってしまったやつ、太くダメになってしまったやつはね、こう切っちゃいますか、ある程度ね。で、根はある程度こう処理しておいてあげないと、新しい根がなんか出づらいらしいんで、こちらをこう。取りますね。それで下葉がこういう風に、枯れたやつが出てるんですけども、下葉の方の処理の方法としたら、横にねこうむしり取る方がいい。これね、縦に月刊月中さん、こうやって縦に切り込みを入れて切るといいんだよと。横に、あ、向けますね、やっぱりこう横にこういうふうに向くですね。おお、なるほどですよね、うん、これもここもちょっと割り込み入れて、うん、こういうふうにね。でこちらね、もう一枚、これもね、ダメですね。こちらの方も縦に割り込み入れて、よいしょ。で、横にね、こう開いて取るって感じですね。うん、簡単にこう取れますね。ふにゃっといった形で。はい。これでね、根元、しっかりと取っておかないと、この根元の部分、ここからね腐れが入っちゃうらしいので、この辺きちっと取りましょう。はい、こういった形でとりあえず、できましたとですね。それでこれ今取りましたけどもね、もう少し根を落としちゃってもいいのかな。もう少し根を落としちゃって、根、ね、古いやつはもうちょっと落としちゃってもいいですね。ってすることによってね、新しいのがきっちり出てくるっていうことなので、はいですね。それでとりあえずこれ用意したらば、今度は鉢なんですけれども、このチタノタのために用意した鉢がこちらですね。こちらね、
皆さんね、こう黒い鉢使う方多いんですけどね、自分白の買ってきましたこれ、とりあえずね、そんな中にネット網を入れてもらって、この中に軽石ですよね、軽石の日向土を入れますね。水はけを良くするためにね、日向土を入れて、こういう状態、日向土を入れて、そしてここの中にアガベを入れるんですけども、これこのまま入れてしまうと多分ね、あの深くなっちゃうと思うんですよ。で、ある程度高さを調節してあげるといいですね。もうちょうどいいかな、ちょうどいいかもしれない、ちょうどいいですね、きっと。こういった形、これで、とりあえず先ほど作った土ですね、先ほど作った土を中に入れていくんですけれど、周りから真ん中に行くように周りをぐるぐるっと入れたらいいですね。真ん中に行くようにこう周りをぐるぐるっと入れたらいいです。もう少し入れて、でちょっとつきますか。でね、これあの胴切りしたり、あの根をほあのね、こうある程度こう切り落としてしまった場合にね、あの消毒した方がいいですね。消毒、ダコニール1000っていうやつで1000倍に薄めて消毒をしてあげて、要は消毒液に1回漬け込んであげて植えたりする方がいいのよ、いいんですよっていう話ですよね。まあ、とりあえず、これでね、先のね、あの尖ったやつでやったりするとね、根を傷めてしまうとあれですから、これレンゲ、あの土を入れたりするのにね、ちょうどいいのでレンゲとかね使ってるんです。あの肥料を入れるのもちょうどいいですからね。これね、あと少しの時にこう言ってね、あのレンゲで土を入れてあげてもいい、周りで。普通こうカップってこういうの使うんですけれども、カップがもしない場合にはね、こういったようなね、レンゲで入れることもありですよね。はい、こんな形でとりあえずできましたね。これはこれでね、ちょっと後でお水あげるようにして、順次ちょっと他のやつもやっていってみますか。とりあえずアガベの下のタブル、こちらのね、名札はつけておかないとね、分かんなくなってしまうのでね、名札はつけておきましょう。それとこれと同じ、鉢を用意したのでね、もう一つこちらをやりましょうか。こちらはね、アガベのポタトルムってやつですね。こちらこれ名札外して同じようにね、下処理しちゃいます。まず根をね外してしまって、どれぐらいね、あのこちらの方も、うわー、こちらもすごいですね、根が張っちゃってて、ものすごい根が張っちゃってますね。根がぐるぐる巻いてますよ。はい、こ
じゃあもうね、かなりこれ落とさないとダメですね。もうパンパンカチカチになってますね、これ。こういった形でね、この辺落としてちょっと崩して、こんなにパリパリになっちゃうんですね。もうパンパンに。これだと、ね、水が回らなくなっちゃうんでね、いくらねアガベがね水少なくてもいいよってもね、水がねあげられないようではね、さすがに厳しいのでね、ある程度こう通水性を良くしておかないとダメですね。これはすごいね。これは非常に根が張ってますね。ガツッと。この、 周りに茶色い根がびっしり張っていて、ちょっと中が結構ね、乾かしてたつもりなんですけど、中が濡れてる状態ですよね。これね、要は排水性が悪くなっている状態ですと、これ根腐れを起こして結局枯れてしまう原因にもなりかねないので、やはりねこうある程度の一定時期になったらば根の様子を見るっていうのも大事ですね。これアガベはね安いものではないですからね、割と高価なものなので、やはりその辺まあね、ちょこちょこねこう植え替えをしたりしている人たちにとってはね分かるんでしょうけどもね、いかんせとりあえず始めたばっかりの場合ではねよくわからないです。さすがにねレモンの栽培の時にはレモンはねこんなに崩さないですね。割とレモンも古い根は処理しますけれども、こんなに崩さずに割とね、レモンの場合は、ね、木になりますからね、その辺はある程度のところまで崩したらばそのまま植え替えていくようにしますね。ほらこれだけ古い根がで中の方がね濡れてるんですよ。だからこれだと本当に根腐れを起こして枯れてしまう原因になりますよね。芯の方がね濡れてますね。それでこのこれは3枚ね葉がダメですから、3枚、これもね先ほどやったように割り込みを入れて取っていくようにしますか。縦割り、まずねこの葉っぱを縦割りして横にむしり取る。ね、こういった形で横にむしり取る。葉っぱを縦割りしたら横にこうむしり取っていくね。これ無理やりやるとやっぱりここが葉が残ったりしてると腐れますよね。でこちらがね下葉になってるんで、こちらを先に外していかないと多分無理でしょうね。これ一回切って、でこれ縦に割って一回落としてね、縦に割ってこれを横に裂いて取るっていう感じですね。回して、はい、もう一枚同じ。きれいに取れますね。次こちらもですね、こちらも次のやつもこちらも縦に割って縦に割ってですね、
ってフリーハムね、ちゃんときちっと取ってあげて、ある程度横に再取りました。はい。で、こいつ、この子ですね。ここもう一回取りますか。これでね、大体いけるのかな。これ大体きれいになったと思うんですけど、こちらもね、一回落として、で、縦に割って、横に裂きます。はい。こちらも同じ。これに下のやつ、下葉がね残ってるので、下葉を先に切って裂きますね。ほい。で、こちら同じくね、はい、こんな感じで。はい、これで綺麗にある程度取れましたね。はい、これで、植え込みですね。で、植え込み、こちらの植え込みね、同じ鉢用意してありますから、こちらね、また白、で、とりあえずまず鉢の中にネットを入れていただいてね、ネットを入れていただいて、で、ここに有価土、軽石を入れていただいて、それでこちらのアガベをね、入れていきますけれどもね、これです。少しだけ土を入れる形で、うん、高さ的にもちょうど良さそうですね。このね、つくときにね、気をつけないとね、トゲ刺しますよ。これでとりあえず2つ目ですね。で、こちらがアガベのポタトルムですね。こちらの方にもね、とりあえず名札をつけておいて、あとで水を入れましょう。それでこちらがね、
やはりねこれ買ってきたら一度は抜いてみた方が心配ないですね。先ほどみたいに根がびっしりになってるとねあれですんでね。こちらの方は、アガベのアメリカーナ、アメリカーナの、マシュマロクリームですね。うん、あまり入ってないなこれ土が。はい、こういった形。これね、かなりこれ土がね、ドライガーデン用の土じゃないですね。買ってきてちょっとすぐ取ってみてよかった。ね、こう生えてる根自体ね、古い根はあまりなさそうなんです。新しい白い根が出てるんですけどもね、ちょっと土が割とこう湿ってるような土ですね。うん、でこちらの方新しい根が結構出てますから、これも根を下をちょっと割って下葉をちょっと外していきますか。ダメなところを、割とね、この濡れてる土ですね、割と。で、この ネットが絡まってましたね、これ。で、この取ったやつね、こちらね、ちょっと根の方の処理。こちらね、悪い土はあまり入ってないようなので、もしかしたらこれ購入するときに植え替えた状態で送ってくれたかもしれないですね。ただ土がちょっと合わないのかなっていう気がしたんで、今ちょっとちょうどよく、植え替えになりますけども、これはねちょっとアガベには似合わないんですけどね。この四角い鉢ですね。これやっぱりネットを入れていただいて、アガベでねあまりこういう四角い鉢を使う人はいないと思うんですけども、それでね、これテラコッタタイプですよねでもね、なんかいいなと思って、四角でね、おしゃれでいいなと思って、とりあえず四角にしちゃいました。こんな形で、鉢底石をしっかり入れていただいて、鉢底石ね、こう割と多めでもいいと思うんですよね。この形を入れていただいてね。でそこに、先ほどね、ブレンドした土ですね。このブレンドした土の方を少し入れていただいて、であと高さ調整ですよね。高さ調整、こうやって高さがちょうどいいかどうかですよね。ああ、いいかもしれないですね。高さの方もなんか悪くなさそう。高さの方もね、悪くなさそうなので。中心にね、うまく入れていただいて、
作らないと足りないかな。これはね、一つ、まあ、なんとか足りるかもしれないけど、次のやつは足らないですね。少し作りますか。ゼオライト、ゼオライトを入れていただいて、それとマグアンプですね。マグアンプとこちらオルトラン、これを一回ブレンドしましょう。それで一回つきましょうか。またはい、これでとりあえず OK ですね。はい、こんな形で、これあまりねこうグラグラしないようにしておけばいいですね。はい、もう一本もう一本つってね、何本も何本も上返してもねしょうがないですからね、皆さん。よいしょ。でこちらがアメリカンだね。でこれ最後のやつが、最後のやつがやはりうまく抜けるかなですよね、根の方が。どういう状況だかちょっと根がわからないので、もしかしたらこう折れちゃうかもしれないね、ポキって。うわ、これは閉まってますね、結構。結構閉まってますよ、これ。もしかしたら、葉が折れるかもしれない。抜けにくいですね。いった。これでどうでしょう。
はすごいことになってますね。これ下で、下でね、株が出てるんです。ここへ、ここに小株が出てんですよ。小株が2本3本4本4本出ちゃってません、ね、下向きで出ちゃってますね。これはちょっとほぐしていかないと抜けないですね。小株がこんなに出ていたんだ。1枚2枚1枚2枚、そうですね、切っちゃいますか。切って割っちゃいましょう。おそらくこれは1、2、3、これとこれもね多分ダメですね。こちらも、こちらも切って、処理しますか。よいしょ。すごいな、これ小株がすごい出てますよね。結構ね、これここね取りたいんですけどね、しっかり絡まっちゃってますね。鉢の中に逆さまに出ちゃうっていうのはちょっと驚きですよね。はい、形でとりあえずこれも割って割って葉を取らないとダメですね。で、かなりね、この古い根が、古い根がね、張りこっちゃってるので、一回ある程度古い根を処理してですね、これでちょっと下葉を割って外してみますか。先ほどやったようにね、下葉を縦割りして、でね、これで横にむしる、この横にむしれば、はい、これも横にむしてで、その次の下葉がこちらなので、こちらも縦に割ってね、縦に割って。はい、でこれですね、これが
こっちの方がさらに下場ですね。こっちの方が下場になってるので、これをはい、よいしょ。それともう一枚、もちろんかなりすっきりしちゃいますけどね、かなりすっきりしちゃいますけど、じゃないとね、鉢の方で入らないですね。割っていきます。で、これで返して横に外すと、これ根がねしっかり取れましたということで、これ多分大丈夫だと思いますね。で、これで、今回の鉢も先ほどの四角ですね、四角で、まずネットを入れていただいて、で、ヒューガの軽石ですね、形ですね。で、これで中に入れています。これで中に入れていきますけど、どうだろう、高さが大丈夫そうかな。なんとか大丈夫そうですね。なんとか大丈夫そう。とりあえずね、こういった形でアガベ、一通りね、植え替え終わりましたね。はい、レモンの栽培とやっぱり違ってね、アガベはね、大変ですね。あのトゲがあるから、レモンもトゲあるんですけども、アガベって葉に全体にトゲがあるじゃないですか。ですから植え替えね、よっぽど気をつけないとね、ちょっと怪我しますね。ですけどね、こういつもレモンばっかりやってるんですけど、アガベもこれやり始めちゃうとキリがないでしょうね。こんな形でね、ちょっと初めて、アガベの方植え替えやってみましたけども、こんな形でちょっと試行錯誤しながらね、これからまたアガベちゃんの方も、栽培していこうかなと思いますんで、よかったら、またご覧になってください。
まあまあいいんじゃないのと思ったらね、グッドボタンとね、チャンネル登録のもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。